会自主紹介メンバーバンド、ボリューム1を開催させていただきます。本イベントは世界で活躍する映像クリエイターの登竜門を目指すと同時に、臨海都市新地域のにぎわいを創出する愛される街のイベントとして開催しております。本のアワードは学校対抗のチーム体制形式で行われます。日本全国、さらには海外からの多くの応募の中から1次選抜を通過した11チームがおよそ4ヶ月かけて制作したプロジェクションマッピング映像を上映いたします。本日の上映会は18時10分までを予定しております。また18時10分からはおよそ5分間東京ビッグサイト提供により打ち上げの花火とプロジェクションマッピングの共演ショー有明ビューフェスをお楽しみいただきます。そして少し休憩を終わりまして19時からは場所をノート会場の下1階レセプションホールに移動いたしまして、東京スカイプロジェクションマッピングアバウトボリューム1の表彰式を行います。表彰式は一般の皆様もご覧いただけませんで、お時間ございますからはぜひ最後までご覧ください。それでは作品の上映を始めさせていただきます。最初のチームは多摩美術大学のオッツチームです。チームの皆様こちらにお願いいたします。美術大学のポツチームの皆様です。では代表の方に一言伺いたいと思います。今回の作品見どころはどんなところになりますか。大体僕たちのチームは手書きアニメーションとプロジェクションマッピングを担当していて、フランスらしいプロジェクションマッピングを学会で生産しました。プロジェクションマッピングもなんか CG とかそういう CG ゴリゴリの映像みたいなのが結構上映されてて、そういうものではなくて僕たちが作れる新しいプロジェクションマッピングを解説する、プロジェクションマッピングの面白みを解説しながら解説しました。ありがとうございます。CG プロジェクションマッピングをお楽しみいただきたいと思います。それでは作品の上映です。多摩美術大学のポッツチーム、作品名はモンスターの全てです。どうぞ。
です。どうぞこちらにお願いいたします。
真ん中開けていただいて両脇の方でお願いいたします。お客さんの掃除になりますのでご協力お願いいたします。ありがとうございます。それではご覧いただきます。それぞれ東京の保健チームでどうも。それではどうぞ。
には芝浦工業大学の PM ラボチームの皆さんです。今回タイトルが僕らの手でということなんですけれども、どういった意味が込められているんですか？